本当に ACL 決勝にまず立てるのがもしかしたら最後になるかもしれないし、これから J リーグで結果を残してまた何回も決勝の舞台に立たないといけないと思いますけど、まあ、どれだけ険しい道のりかっていうのは分かってますし、僕自身、まあ、そのチャンスが今回ある中で悔いを残したくないなっていう思いが強いです。クラブがアジア1を目指してたり世界っていうのを意識してJ リーグに戦っているクラブなんで、それは本当 J リーグにはないものだと思っていますし、世界一熱いサポーターがサポートしてくれる中で、やっぱ ACL っていうのはより僕たち選手にとっても特別な場所なので、自分たちが持ってる以上のものを出せる場所なのかなと思います。それが本当これだけ多く決勝に行けてる要因なのかなと思いますし、歴代の選手たちもそういう姿を見せてくれてるので、そこに行きたいって思わせてくれるようなクラブなんじゃないかな。全然サッカーの面ではもちろん違うとは思いますし、あの時は自分なりに裏を背負ってみんな引っ張って、やっていましたけど、よりそれが年齢でも年を取ってきてより強くなっているのは分かってますし、そういう意味ではいろんなことを客観的には見れてきているので、いろんなところでのサポートっていうのは4年前よりはできるんじゃないかなと思います。自分が不慣れなこともやっていかないといけないなと思ってますし、もちろんサッカーのところでもそうですけど、まあ最初自分が変わろうとするときってパワーがいるんで、そこはすごい意識してやってました。これだけ人も変わって人間関係もいろいろ新しくなっていった中で、やっぱ浦和の歴史を知っているのは限られた人たちになってきたのが実際あるので、僕は本当にいろんなありがたいことにいろんな先輩からいろんなことを教えてもらって、実際見て学んだことは多かったですし、それを自分は自然に伝えていく必要があるなとは思っているので、本当自分ができた人間でもないし、ストイックなのかといったらそうなのか分かんないですけど、ただこの浦和でプレーした経験したことを少なからず感じてほしいし、それが言葉で伝えるべきなら言葉で伝えたかったし、という思いは今も思っています。自分がこういう気持ちになったのは何でだろうって思ったときに、やっぱ時間ってすごく大事だと思って、やっぱ1年2年そこらではなかなか芽生えない感情だったりするんで、逆に言えば今のメンバー、新しく若い選手がぐいぐい上がってきて、スタメンで出てる選手も多くなってきた中で、そういった選手が長く浦和でプレーして何かを感じてきたときに、別に僕みたいに感じる人もないですけど、ただ浦和のことが好きで浦和のために何かをしてあげたいっていう思いを持ってもらいたいなっていうのは思いながらやってるかなと思いますね。
目的がそれというか、伝えて、つなげていかないといけないものだと思ってるんで、で今できることは僕はまだまだ、たくさんあると思いますけど、それを一つずつ考えながらやることが大事かなと思います。当たることがないのでなかなか難しいですけど、ただそれでもそのここまで連れてきてくれたメンバーのためにも今や残っているメンバーがやらないといけないので、より大きいと思います、責任は。この2試合とも今までの17年、19年とはまた違った責任の重さがあるなと思います。僕の中では、19年の時に、あまりその17年の話を聞かなかったんで、それは後悔してるというか、もっと聞いておけばよかったなっていうのがありましたね。正直雰囲気に飲まれたっていうのもあるし、相手の強さにびっくりしまったところはあるので、だ今僕ができることは、脅かすつもりはないですけど、どういう相手かっていうのは、肌で感じて分かってる部分もあるので、まあ、そこはうまく伝えていければいいなと。楽しみです。それは楽しまないといけないなとは思っているので、もちろんまた想像以上な試練が待っているかもしれないですし、自分が思い描いているような状況になるかわからないですけど、またどんなことがあっても諦めるつもりもないし、自分が今あれから4年経ってどれだけ成長できているかっていう楽しみもあるし、最後みんなで笑って終わりたいなっていう思いが強いです。そうですね、僕が思うのは本当に第2戦つなげる試合をしないといけないと思っているので、どんなに内容悪くても耐えることが大事ですし、絶対に崩れてはいけないなっていうのは大事にしてやりたいと思ってます。それは本当に勝てればいいですけど、まあ、そういう状況を、絶対チャンスは一個あるんで、まあ、そこでしっかり取れれば一番いいですし、まあ、ただ難しい時間が絶対続く90分だと思うので、しっかり第2戦に埼玉スタジアムでタイトル取れるような内容というか結果を持ってこないといけないなと思います。階段を上がるところからとてつもない雰囲気っていうのを感じましたし、まあ、ピッチに立ってキックオフの静まり返るときも、なんかすごい印象的だったなっていうのは、自分の中であるので、いや、なかなか J リーグだったり、カップ戦では、国内の味わえない空気が漂っているので、それに飲み込まれないようにしたいなとは思うし、そこにいる幸せを感じながらやりたいな。どんなに多く J リーグで戦っても、カップ戦で戦っても、この今まで自分が感じた悔しさを晴らすのは、そこのピッチでしかないので、練習決勝はピッチでしかないので、死に物狂いで戦いたいですし、浦和レッズを
に携わってくれてる全ての人を笑顔にするために、浦和の街を素晴らしい景色にするために、自分の力を全力で注ぎたいなと思ってます。